八丈島の辺央市西北限地帯。2017年11月9日撮影。八丈島の辺央市西北限地帯は、八丈島にある辺央の自生地である。日本国内における辺央自生地の北限として、八丈島の自生地が、長崎県及び鹿児島県の自生地とともに、辺央市西北限地帯の名称で1926年10月27日に、国の天然記念物に指定された。なお、宮崎県の自生地が1968年6月14日に、天然記念物に追加指定されている。2県以上にまたがる天然記念物であるが、それらの中で八丈島の指定地は最も高緯度に位置している。樹木状になる辺央自然植生の分布域として日本国内最北にあたる。2017年11月9日撮影。杉やヒノキの植林地の中に生育している。2017年11月9日撮影。辺央は熱帯、亜熱帯性のシダ植物であり、茎の高さが4メートルに達する木製シダの一つである。大きな葉は長さが2メートルを超し、葉柄は40センチほどである。紀伊半島南部や四国などで小株が見つかることもあるが、大きく成長することはなく、樹木状に生育する辺央の日本国内での自生北限は、八丈島の指定地である辺央は高温多湿な環境を好み、ほとんどが山中の湿潤な森林内に生育している。冬でも温暖な地域では森林伐採後の二次植生として群生することもあり、八丈島では東山北西側山腹の杉やヒノキの植林の広がる沢沿いの3カ所が自生地として国の天然記念物に指定されている。八丈島は伊豆諸島の中で水田耕作ができた唯一の島であり、周辺の島々から見れば、比較的水資源に恵まれている。島の南東部を占める東山には小規模ながら、何本もの河川があるが、東山北西斜面を流れる鴨川、大川の上流域に、天然記念物に指定された辺央の自生地があり、このうち大川の上流部である、成沢山と呼ばれる、自生地には十数本の辺央が見られる。そこから少し登った南沢と、そこから南東側に位置する鴨川上流部の鴨川山には数本を残すのみである。なお、天然記念物指定エリア外ではあるが、八丈島南東部の末吉地区の水源林にはかつて20本ほどの辺央の群落があったが、台風などの影響により全滅し、このうち大きなものは標本として八丈高校にある。また、同様に、天然記念物指定エリア外の中野郷地区にある生育地は辺央の森と名付けられ、専門ガイドによるトレッキングガイドツアーなどが行われている。八丈島玉の浦増田上甑下甑笠実締内之浦宇土国の天然記念物辺央自生北限地帯の位置。八丈島以外はすべて九州地方にある。この図の縮尺ではわかりにくいが、八丈島は天然記念物指定の自生北限地では最も北に位置する。八丈島では次の3カ所が国の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。